イエーイ。おい、翔くんから。日本人ちゃうでしょ、岸くん。ちょっと待ってよ、アプローチマジ。どうも、チカログのチカです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、YouTube チカログ、お久しぶりの一人画角での登場ということで、ようやくこの神コラボを見れるタイミングが来たということで、早速ご紹介いたしましょう。FNS 歌謡祭、クレバ&ナンバーアイ、神コラボ一切合祭。いや、神コラボすぎるでしょ。マジで。もうその放送日以前からこのクレバさんとナンバーアイさんのコラボレーションでの話題っていうのはもう絶えず SNS 等でいろいろ話題では出てきてたんですけれども、僕ね、水曜日が毎週滋賀県の方でレッスンをしてまして、しかも4時から10時半までもうフルで放送時間のもう丸々僕は滋賀県の方でレッスンしていたので、どうしてもやっぱリアルタイムで見れずに、遅くはなりましたけれども、ようやく見えるタイミングになったということで、これをね、早く見るためにですね、今金曜日のお昼1時半前なんですけれども、朝早く起きて先にね、今日のレッスンのお仕事の内容を詰めてレッスン行く前に今見させていただいているということで、帰ってきて速攻編集して、おそらくこの動画は土曜日の早朝に上がってると思いますので、今見てるタイミングではおはようございますということでお届けしてると思うんですけれども、もうね、待ちに待ったよ。ほんまに。もう皆さんからしたら、ようやくか、チカログチカやと。最近、たるんでるんちゃうかと。これはね、ほんま、アイリスとして、時間が経っても、絶対に見るべき神動画なんですよ。まあ、一切合祭っていう曲はですね、2006年にリリースされた曲でして、で、僕2006年といえば、中学校1年生なんですよ。だから、もう、自分の学生時代の懐かしい曲であり、色褪せない名曲なんですよね。なんで、ほんまね、この撮影が来るまで、水曜日からこれ見たくて、毎日一人そわそわしてた状態なんですよ。ほんまに。クレバさんとナンバーアイさんが、まあ今回コラボということで、キング&プリンス時代にね、やはりあちらの名曲、1番を作られたのがクレバさんということで、それぶりのお仕事での共演ということで、ナンバーアイさん全員、クレバさんのことを大リスペクトをされているじゃないですか。見る前からわかるんですよ。絶対に嬉しいのが丸わかり状態と思うんですよ。一切合切はスキルをフルにめちゃくちゃかますようなラップじゃなくて、こうずっと聴いとけるようなフローであり、メロディーであり、心地いい音楽を届けてくれる曲なんですよ。それをナンバーアイさんとクレバさんが4人でコラボで歌われてたら、多分俺曲聴くだけで整うと思う。ほんまにサウナ入った後みたいな感じ。ということで、今回のクレバさんとナンバーアイさんの神コラボ一切合切がですね、どのような素晴らしいコラボレーションになっているのかというのをですね、アイリーズの皆さんと共に心躍らせながら見ていきたいなと思います。それではいきましょう。よろしくどうぞ。チカログ。それでは見ていきましょう。オープンザ PC ということで、今回はリアクションのみになってしまうんですけれども、素晴らしい点をたくさん見つけて、アイリーズの皆さんと共に共有語るようができたらいいなと思います。でして、セルフセンキューイヤホンでございます。それでは見ていきましょう。クレバ&ナンバーアイで一切合切、神コラボレーションでございます。ポチッとな。おお、はい、もう楽しんでるもん。イエーイ。おい、翔くんから。おお、ほら、トイ。うわぁ、ラップうまっ。え、日本人ちゃうでしょ、岸くん。やばい、乗り方が日本人離れしてる。いや、うまっ。ちょっと待ってよ、アプローチマジ。いや、おい、うわぁ、みんなでナンバーアイ見てる。今年は何かしたくて、毎日二人はそわそわして。乗り方が四者四様でやばい。
飲み込んで、あーい。めっちゃリラックスして、もうめっちゃリラックスしてさ、みんな歌ってるけど、スキルやばい。ちょっとチキスタがやばいです。やんば。ビブラートやばい、最後の。やばい。ハグやばいし。ちょっと待とう。俺なんか知らんけどむっちゃ泣きそう。なんだろう、その曲の優しさも相まって、もうめっちゃ泣きそう。クレバさんまでの領域まで行くアーティストの方がこうナンバーアイさんとこうコラボレーションを、まあナンバーアイさん側はもうコラボレーションしてもらってるという心意気で今回一緒に共演されてると思うんですけれども、こうナンバーアイさんからのリスペクトだけじゃなくて、クレバさん側からのナンバーアイへのリスペクトもすごく感じるんですよ。初見でもこの空間を一緒に味わおうぜっていうクレバさんの心意気にしっかりと遠慮することなく一緒に同じ土俵でかましてるナンバーアイさんのことを見た時にマジでほんま泣きそうでした。平野翔くんの歌い出しからスタートすると思ってなかったんで、ラップがね。でいきなりちょっとぶちかましすぎてて、平野翔くんがスキル魔人のラップスキル爆発してる。平野翔くんはやっぱりヒップホップっていうものに対してすごいリスペクトがあるお方ですから、一切合切っていう曲自体をすげえ大事に大切に歌われてるなっていう印象がすごくあって、でその次岸くんですよ。岸くんって日本人ですか？乗り方が日本人じゃないですよ。聞き方、歌い方、ラップしてる時のあり方みたいな、もうこうちょっとこう指立てて歌ってるみたいな独特の乗りすぎて、あの歌い方はオンリーワンの歌い方ですよね。岸くんの歌い方は包み込んでくれる優しさもありながらもちょっとエッジ効かした感じとか、あの乗り方は岸くんしかできないですね、本当に。でお次、神宮寺くん。天性の才能でしょ。アプローチマジマジで神宮寺くん聞いてますか？あの最初のうっててててうっててての歌い方、ラップのこと歌のこと全く知らないですけども、あの歌い方はラップスキルレベル1000でしょ。マジで自然に無双してるとあのことですよ。あれをなんか見せつけてる感じなく歌ってるじゃないですか。うってて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 みたいな、もう今回のそのね歌宮司がマジで無双しすぎてヤバ宮司でしたね。ほんまに無双しすぎてた神宮司くんの歌い方が。歌詞が出てるじゃないですか。でクレバさんのナンバーアイに向けてこうみんなで歌うみたいな、視聴者の方に対してじゃなくてナンバーアイとこう共演してる今が最高だみたいなセッション感、あんなんされたらさ嬉しさ 120% 爆発するやん、ナンバーアイさんの。で翔くんのあっこでしょ、歌詞変えてきてクレバ呼び、クレバとナンバーアイが言うて、あんなんずるいやん翔くん、もうずるすぎる。今回の一切合切はマジでずるすぎる。めっちゃこのコラボ羨ましいアーティストの人いっぱいいると思うんですよ。クレバさんだけがドーンって目立つわけでもなく、ナンバーアイさんがドーンって目立つわけでもなく、あの4人やからこそ生まれる癒し空間であり、チル空間であり、そしてハッピー空間やったと思うんですよ。これはいろんな界隈の人がすげえ幸せな気分になった神コラボだったと思いますね。いろいろ喋りすぎてるんですけれども、2度目のリアクションしていきたいなと思います。ポチッと、な！お！いいね。もうさ、出てきたのがさ、このさ、おらつくことなくさ、もう自分らが今一番この曲を味わってるんです、みたいな、今から最高の時間をお届けします、みたいな、めっちゃ溢れてないですか？やばいわ。神宮寺くんの嬉しさなんかやばい。いやもうここ。
いやもうさ、乗り方、ほんで岸君と平野君、地形距離、地形、仲良し地形。セッション感やばい、これですよ、ドクター K、これ、これ、ちゃんとみんな、うまドクター K になってる。クレバさんの振り方がかっこよすぎる。レッツゴーからの、ショー、ヒダム。で、歌い出した瞬間に、急にめちゃくちゃ、かます感じね。このギャップがやばいの、ね、よ。今までこう、はにかんだショー君見せてくれてたのに、リゾート気分からめちゃくちゃ無双してる、まだ。ほど遠いの、なんかこの歌い方わかんないですけど、ちょっと幹事さんとかに聞きたいんですけど、このほど遠いのこの歌い方がかっこよすぎる。うわ、うめえラップ。昨日、今日、一昨日、明日、明後日も歌い方。最後優しく終わんの何？最後優しく終わんの何ですか？なってる。もうさ、暑さだっての時点でさ、声質っていうんかな、岸くんのそのこの歌い方が唯一無二の歌い方っていうことはすごい理解できます。で、なんかいつもよりも外に押し出すっていう感じじゃなくて、すごいこうループさせたような歌い方っていうんかな、岸くんのすげえここの部分って歌い方めっちゃ難しいと思うんですよ。で、やっぱ難しいとこを任せられるっていうのがやはり岸くんが持っている実力でありスキルの賜物やなっていうのは思いますね。ここめっちゃ難しい部分やからこそ岸くん行きましょうかってなったと思うっすもん俺。やばすぎ、この感じやばすぎ。あとね、そもそもなんですけどビジュアルやばない。岸くん見てたら前髪作りたくなりますもんね。岸くんビジュアルもラップも無双しすぎやろ。マイバンめっちゃいい、マイバンめっちゃいい歌い方。このさ、セットの DVD の色気にやられた人挙手。岸くんのこの DVD のとこのこの辺の色気にやられた人挙手。正直でよろしいです、僕もです。行きましょう。食べてもそう決まったりの歌い方、何この歌い方。あー、これまた違うアプローチ出してきましたね。音楽業界の人がこの神宮寺君のラップを聞いた時に度肝抜かれると思いますよ、マジで。ラップっていう点に関してのスキル、ここで爆発しまくってるもんね。神宮寺君のそのラップって、この歌詞の語尾が伸びてるっていうのもあると思うんですけど、余韻が残るっすよね、神宮寺君のラップって。このでめっちゃクレバさんのことをリスペクトしているからこそ、クレバさんの曲やからこそ自分なりのフィルターを通してクレバさんの曲を殺さないように大事に歌われているっていうリスペクト精神もめっちゃ感じますね。朝目覚ましなしでそのラップを歌っている時のあり方までもすごい自分の中で落とし込んで歌われている、パフォーマンスされているっていうのがめっちゃ伝わる。なしやばないですか、目覚ましなしでのここ、めっちゃいい。ちょっと急にその急にラップの神様がちょっと無双してるんで、ここはちょっとねクレバさんの存在感普通じゃないです、マジで。待って、ちょっとその前に一個、目覚ましなしで目覚めたりの神宮寺くん、エロ宮司すぎる、エロ宮司すぎるで、エロ宮司すぎる。
あー、今更の接触がやばないですか、翔くんとの。これ、みんなで入れるなら、一人称じゃない、みんな、ここ。で、それ歌われた時の3人の顔が、マジで心から嬉しいっていう気持ちが溢れてまくってて、最高やな。これをパフォーマンス中に見せれるっていうのが、このクレバさんとナンバーエさんの本物の絆っていうところやと思うんですよ。こう作られてない。しゃーなしコラボしたってる感もなく、遠慮してるみたいなんじゃないじゃないですか。もうこの今のこの空間をすげえ全員で楽しんでるっていうのが伝わるから最高なんですよ、ここ。いや、笑い声入ってるもんね。えい。ここの4社4用の無双やばないですか、ほんまに。世界一ピースな空間やけど、世界一かっこいいっすよね、今この瞬間。岸くんエモ、岸くんエモすぎるわ、この表情。エロ、エモいしエロい。翔くんちゃんと裏取ってんねや。めっちゃええやん。いや、なんかさ、このラップをこんな爽やかにクールに歌える人いる？神宮寺くん、マジでほんまいろんなアプローチ見せてくれますよね、マジで。こんなキラキラなスーツ似合うのマジでマイケル・ジャクソン以来でしょ、ほんまに。何が俺らを惑わしてる時のクレバさんとショークの表情が一致してるんですよ。こうなんかこういう歌い方すげえ大事に、何がほんまに俺を惑わしてるってこう感じながら歌ってるところ、素晴らしいね。余韻までそれすぎてる。じゃあ準備しよう。さあ勝負来るよ、みんな。こうなんかあえて鼻にかかったような歌い方めっちゃ良くないですか、ここ。夏っていう軽やかな季節でも、夏が終わる瞬間のあの哀愁漂う、誰もが経験したことある夏の終わりの儚さとか寂しげさみたいなのを表情と歌い方でこんだけ見せれる翔くんが尊すぎる、ほんまに。でここで照明オレンジにした FNS さん最高です。やばいやばいっすよ、マジで。なんかそう呼んでくれたクレバさんがめっちゃ嬉しそうなんが、僕クレバさんのインスタグラムフォローさせてもらってるんですけど、クレバさんが FNS 歌謡祭の放送後にナンバーアイさんとのコラボレーションのお話を記事で投稿しちゃったんですけども、その翔くんがもうリスペクトするあまりに呼び捨てなんてできるわけないと。だからリハーサルまでもクレバさんとナンバーアイがっていう歌い方をしてたのを、クレバさんが翔くんを説得して、そこは呼び捨てでしょ、クレバでしょっていう風に説得して、本番どうなるかわからん状態で挑んで、翔くんがそう言ってくださるクレバさんにリスペクトを込めて呼び捨て。だからこそこのクレバさんのすげえ嬉しそうな表情だと思うんですよ。熱すぎるって、熱すぎる、ほんまに夏より熱い。楽しめたのさ、ビブラートって言うんですか、マジでチキスタ、ほんまに笑いながら無双しまくってるもん。で、なんかそのクレバって呼び捨てできた安心感とか受け入れられた嬉しさみたいなのがにじみ出てますよね。この時の岸くんもやばいね、この
たまんねえやーみたいな。岸くんがかわいすぎる。たまんねえやーの顔。ういマジでやばい。フォー、こっちがフォーですよ。こっちがフォー。めっちゃ嬉しそう。ほんまに。それ見て俺らもめっちゃ嬉しい。ほんまに。ちょっと待ってくださいよ。この神コラボレーション。いやー、なんか、この曲を聴いた後の、いろんな感情が溢れすぎて、余韻まで心地いいね。あ、やっぱ俺今整ってますわ。うん。すげー多幸感。もうこの一言、みんなで言いませんか。総じて、サイ&コー&サイ&コー&コー&福でございます。幸福マジで。一旦閉じましょう。チカログということで、遅くはなりましたけれども、 FNS 歌謡祭の、クレバさんとナンバーアイさんの神コラボレーションの一切合切のパフォーマンスを見させていただいたということで、もうね、終始ナンバーアイさんの嬉しさ、そしてリスペクトの精神が溢れていたなっていうのがやっぱり大きいところでありますよね。パフォーマンス内のリアクションはね、たくさんさせていただいたので、僕がこのコラボレーションを見させていただいて思った感想なんですけれども、やっぱりね、一番みたいなクレバさんがプロデュースする楽曲欲しい。もう一回このコラボレーションを機にクレバさんがナンバーアイさんに楽曲提供をするっていうのは俺絶対あると思うんですよ。なんかそれの伏線ちゃうかなとかも思ってきつつあって、クレバさんが一番についてのこうインタビューをされているものを見たことがあって、こう自分がプロデュースした曲やけど、自分が歌う以上にこの一番っていう曲を世に広めてくれて、影響力つけて爆発させてくれたのが、あの5人だというふうなインタビューを受けているね、クレバさんの動画を見たことがあるんですけど、もうクレバさんもナンバーアイさんと同じぐらいリスペクトの精神を持って向き合ってくれているっていうのは、やはりナンバーアイさんの実力、ナンバーアイさんの人間性、ナンバーアイさんの影響力、この3点がやはりマッチしたことに、自分と今このナンバーアイさんが一緒にやることによって喜ばせられる人が多いからっていう風に思われたのもコラボの一個ではあると思うんですよ。クレバさんがナンバーアイさんの人気にあやかってるとか全くなくて、自己満だけじゃなくて、でも本人らが一番楽しくて、かつアイリーズの皆さんも楽しませてくれる、そしてアイリーズ以外の皆さんにとっても、いや、ナンバーアイってこんなにラップうまかったんや、こんなにアーティストとして確立されてるんやっていう本物志向の人に向けても、クレバさんのファンの人に向けても、やはりいいアプローチになったんじゃないかな思いますね。 FNS 歌謡祭では平野翔くんがプロデュースしたボン、そして本日放送される The Music Day が神宮寺くんがプロデュースするスクエアワンが地上波初披露ということで、どちらがどのようなパフォーマンスになっているのかっていうのも楽しみなんですけれども、来週の7月13日音楽の日はですね、ぜひね、岸くんプロデュースのノーイエスが披露されたとしたら、全員がプロデュースした曲を地上波で披露しているってことになるので、ぜひね、その流れになればアイリーズとしても嬉しい内容になるんじゃないかなっていうのはアイリーズの目線として思った部分はありますね。皆さんよりは遅くなったんですけれども、逆にあの日の余韻を忘れることなく、もう一回呼び起こすじゃないですけれども、恐縮ながら僕と一緒にね、あの日の神コラボの余韻に浸っていただけたら嬉しいなと思いますし、皆さんがこの神コラボレーションを見て思った、感じた、感動した感想などもぜひこのコメント欄でアイリーズ同士で語ろうよ、できたらサイ&コーでしてってな感じで、僕たち YouTube チカログは年内チャンネル登録者数10万人を目標に日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しかったなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。そして僕たちの個人 SNS も概要欄リンク貼り付けておりますので、そちらもポチポチポチとフォローよろしくお願いします。っていう感じで、本日放送される The Music Day のリアクションもですね、今回は早めにお届けできると思いますので、そちらも楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。ってな感じで今回これで終わります。
せーの、バイバーイ。最近ね、ちょっとほんまに繁忙期がこう頂点に来て忙しさの塊なんですけれども、やっぱりね、やっぱラッパーとして頂点に君臨するクレバさんとコラボレーションしてここまでかませたっていうことで、ナンバーエさんってやはり業界でトップに立つ人らが今後見過ごさない存在になると思うんですよ。例えば今回はラッパーとして頂点に君臨するクレバさんのコラボレーションですけれども、この方すっげえ歌うまいなっていうので、久保田敏信さんとか玉置浩二さんみたいな方々と、僕的にやっぱ久保田敏信さんのミッシング歌ってる何倍もみたいなとか、その今同世代の人たちとのコラボレーションじゃなくて、もっともっと大御所の方々と南波さんがリスペクトできる方でコラボレーションするっていうのは、なんか増えたらすげえ嬉しいなっていうのはめっちゃ思いますね。本物やから、南波さんも本物やから、本物とコラボレーションして、その相乗効果でえげつない素晴らしいエンターテイメントを届けてほしいなっていう気はめちゃくちゃあるので、いや今日の音楽の日もどうなってることやな、ということで、この週末をアイリーズの皆さんと共に最高の週末にしたいなと思います。ということで、さあ今から奈良でレッスン10時まで頑張っていくでして。